サイバー犯罪対策室は日本の各都道府県の警察本部の生活安全部に設置しているサイバー犯罪対策組織。2011年以降は各警察本部で会の格上げが行われている。サイバー犯罪対策室はサイバー犯罪の取締りからサイバー犯罪予防の広報活動までサイバー犯罪対策に関わる多様な役割を務める。不正アクセス。 インターネット上の詐欺、名誉毀損、著作権法違反、その他の犯罪を捜査し、摘発している。1998年6月、警察庁は、サイバー犯罪対策強化として、ハイテク犯罪対策重点推進プログラムを公表し、サイバーポリスのプロジェクトを設立した。サイバーポリスの一環として、警察庁は1999年4月、 情報通信局にナショナルセンターの技術対策課及び同課内に技術センターを設置。同時期に都道府県警察本部は相次いでサイバー犯罪対策室を設置した。設立初期の各本部の対策室はおよそ10人から数十人の規模。サイバー犯罪対策室以外の名称で設置している警察本部もあり、当初と名称を変更している警察本部もある。 東京都の警視庁は2011年まで2000年に設置したハイテク犯罪対策総合センターがサイバー犯罪対策室に該当していた。警視庁のハイテク犯罪対策総合センターをサイバーポリスと呼ぶ場合があった。大阪府の大阪府警察サイバー犯罪対策推進本部、京都府の京都府警察サイバーセキュリティ戦略推進本部のように サイバー犯罪対策室に加えて、サイバー犯罪対策の機関を設けている場合もある。各都道府県のサイバー犯罪対策の窓口では、電話や電子メールでの相談、情報提供を受け付けている。サイバー犯罪対策の窓口は百1番通報ではないため、緊急時は、サイバー犯罪対策の窓口ではなく、百1番通報が必要となる。サイバー犯罪捜査官は、 日本全国の警察のサイバー犯罪対策部門に所属し、コンピュータやコンピュータネットワークの専門的な技能を有する警察官である。民間企業出身者もいる。各警察本部のサイバー犯罪対策室はサイバー犯罪捜査官らで構成される。サイバー犯罪捜査官の呼び名は、各警察本部によりサイバー犯罪対策官やサイバー犯罪特別捜査官などの場合がある。 警視庁では、ハイテク犯罪テクニカルオフィサーや特別捜査官の、コンピュータ犯罪捜査官らが、サイバー犯罪捜査官として、ハイテク犯罪対策総合センターをはじめとする、サイバー犯罪対策部門に配属されている。ありがとうございます。